私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。桜井翔、人生初の天然ザリガニを食べて仰天。躊躇しなかったのがすごい、予想外、と語った。嵐の桜井翔が15日放送の日本テレビ系バラエティ番組1億3000万人の翔チャンネル2時間 SP に出演。ワイルドな料理を食べる姿が話題となった。ひし形ワイルドで珍しい料理を食べる桜井翔に反響。ワイルドな料理やお酒を楽しむ桜井の姿に、ネット上では野生味あふれる料理も楽しめるのは意外だった。何でもすっとチャレンジする翔くんすごい、躊躇ないのすごい、少年感がいい、などと反響を呼んだ。ひし形桜井翔、ザリガニの塩茹でに、ビギー。同番組では桜井がお笑いコンビバイキングの松任谷零士と共に各界の大物が通うというレストランを訪問。完全予約制でメニューは店長を任せコースのみというこのお店でまず出されたのは店主が水路で捕まえてきたというザリガニの塩茹でだった。桜井は初めてザリガニ食うわとコメント。店主から殻を剥いたザリガニを渡されると躊躇なく口に入れ、ビギーと声を上げた。その後も、店主が川で得てきたという天然のスッポンや天然うなぎなどのワイルドで珍しい食材を次々食べた桜井。店主が普段何の酒を飲んでいるのかの話題になり、店では提供されていないオオスズメバチの焼酎漬けがテーブルに運ばれてくると、瓶に大量のオオスズメバチが使ったインパクトの大きい見た目に、桜井は思わず後ずさりしながら、梅酒って、確かにこの量の梅入ってますね、と話し、スタジオを笑わせた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。